詐欺、お前には随分裏切られてきたが、ここに来てようやく私の望む結果を出してくれたな。クムカ父様、精霊付きというやつも言うほど大したものではなかったな。こうして苦しんでいる様はまるで人と同じではないか。むしろ精霊付きではないのか。精霊付きという肩書きには助けられたよ。精霊付きと名乗っただけで誰もが私を尊敬してくれた。こいつが出てくるまではな。もっとも精霊と話しているかのように演じるのは少々骨が折れた。そろそろ潮時だと思っていたところだよ。いけすかんやつだとは思っておったが、やはりな。人形風情が何を言うか。ネロ様のされたことだ。世界を平和に導くための方便だったに決まっておるだろう。いや、ネロ様の辛抱遠慮には頭が上がりませぬ。これでようやくこの世界も平和になる。さすがはネロ様です。平和？よしてくれゲルド・ブレイム、そんなものは与えんよ。はと言いますと？これからの世界は私の管理のもとに再構築される。バルハイトの残した遺産、マキナと軍事力を背景にな。平和など民を突き上がらせるだけだ。そんな甘い餌を与えはしないよ。手始めに私を選ばなかった元老院のクズどもをこの世から消してやるとするか。追従した民どもと一緒にな。僕たちはあなたに利用されていたと。サギ、お前は駒だったんだよ。マキナに対抗するためのだ。邪神付きのお前なら精霊付きとまではいかずとも同じ維持退治に役立つと思ってな。邪神付き、そこまで知っていたのか。当然だろう。15年前の研究で君を被験体とするよう勧めたのは他でもない私だからな。君の母親ジーナと言ったか。あれは私に仕えていた女でな。こう身ごもったと聞いた私はすぐにオーガンに知らせたよ。まあそういうわけだ。ついでに教えてやろう。あの女の翼を抜いたのも私がやらせたことだ。あの場で君を暴走させ意地殺しで点数を稼いでいたバールハイトに泥がつけばいいと思ってね。それじゃシャラとは。やつも私の手駒だ。君と同じようにな。あれはなかなか使える男だったな。貴様、えっ、いずれゆっくり殺してやる。今はタラゼドを立て直すのが先だ。お待ちください、ネロ様。私も共に行きます。わからんやつだ。私は全てを手に入れた。もう必要がないんだよ、何もな。私をお見捨てになるのですか。あれほど尽くしてきた私を。昔のお前は美しかったよ。だが今は違う。古くなったおもちゃは場所を取るだけだ。捨てるのが当たり前だろう。古くなった。諸君、失礼させてもらうよ。いってって大丈夫か、詐欺。ああ、それよりミリーの父さんだ。様、しっかりしてやり直すのよ。これからみんなで。ミリアルデ、すまない。
本当にすまない。やめて、謝らないで。父様、しんちゃん、やだ。サギ君、ミリアルデのこと許してやってくれ。あれはすべて私がやらせたことだ。分かっています、分かっています。さらばだ、大門。これで君の物語は終わる。グズグズしてられない。ネロを追わないと。ミリー、から元気はよせ。泣いてもいいんだぞ。平気よ、泣くのは後からだってできるもん。今は泣いてる暇なんて。わかった。すべてが終わったら主の泣き顔をたっぷり見てやる。それまで涙は取っておけ。ビーだ。あなたの前で泣いたりなんかしないわよ。その息だ。じゃあ行こうか。ネロはおそらく中枢部に向かったはずだ。ええ、急ぎましょう。これなら、よし。守るのは趣味じゃないけど。よっ、えい。
までの借り返させてもらう。遅かったな。ちょうどマキナの調整が終わったところだ。見ろ、便利なものを作ったものだ。人なんぞよりよっぽど扱いやすい。ご宅はあの世で並べるんだな。詐欺、さっさと終わらせるぞ。そう簡単に行くかな。行くさ、行かせてやるさ。もう考えるのはおしまいだ。理屈じゃない。心の中の何かがお前を消し去れって言ってる。僕はそれに従う。消えてなくなれよ、ネロ。まだ終わりではない。まだマキナは使える。やられてたまるか。なんだと。そうだ、いいぞ、あいつらを食ってしまえ。なんだ、どうした。惜しい最後だな。これで終わったの。そうさ、これで終わりだ。さあ戻ろう。みんなに伝えなきゃ。スフィーダまで戻ろう。急がないと間に合わなくなる。あの爆発、サギたちうまくやったのか。当たり前だろう、レイちゃん。あいつらなら間違いないって。そう、あの少年たちならうまくやってくれていることでしょう。これはコレルリ殿、わざわざいらしたのですか。それはお互い様でしょ、レイド艦王。それで奴らは脱出できるのか。タラゼドを止めたはいいが、自分たちも巻き添えになったんじゃどうしようもない話だからな。おっさん、縁起でもねえこと言ったらいけないよ。詐欺たちなら大丈夫さ、きっと帰ってくる。ハロロ、ロドルフ殿だって分かってるさ。ただ心配なだけだよ。ええ、今度のことでは私たちは何もできなかった。全てあの少年たちに背負わせてしまったのですから。まったく大した奴らだ。生きて帰ってこいよ。
ギ、大丈夫か？大丈夫けど、なんだかここのか。サギ、聞こえてる？反応がない。これは人の心を奪う仕掛けではないのか？ええ、このままじゃサギの心がなくなっちゃう。なんとかできんのか？待って、あれ、きっとあれがこの仕掛けの制御装置よ。これならわかるわ。私だってマキナのことは少しはわかる。これがタラゼドを制御する機関、つまりは心臓よ。これを開けて機能を止めれば、詐欺と捉えている装置も停止するはず。主、できるのか？ええ、できるはずよ。ちょっと待って、やってみる。ねえギロ。なんだ、作業に集中しろ。わかってる、でもまあ聞いてよ。あなたとは喧嘩ばっかりだったわね、出会った時からずっと。改まってどうした？黙って手を動かせ。私嫉妬してたのよ。詐欺のそばにはいつもあなたがいたから。主だってずっとそばにいたろう。いたけど、でも私は詐欺を監視する側、あなたはいつも詐欺を守ってた、そばにいたけど、でもまるで反対だったのよ。何も考えずに詐欺を守れるあなたに私嫉妬してたんだわ。ギロ、離れて。何をしているミリアルデ。どうやらこの機関をロックするにはマキナが足りないみたいなの。私ならそのマキナの代わりになれる。この体のこと、今なら良かったって思えるわ。これで私も詐欺を守れる側になれる。どうしたの？黙り込んでらしくないわね。こんな時はほら、細犬でもそんなところには入りたがらないぞ、とかでしょ。じゃあね、ギロ。私あなたのそのぶっきらぼうなとこ大好きだった。今まで意地悪言ってごめん。さよなら、詐欺。ギロ！心臓にはわしがなる。マキナの代わりならわしにもできるだろう。よしてよ。いくらあなたでもマキナと同調まではできないわ。私ならうまくタラゼトと同調できる。主がやったところで必ず同調できるとは限らんのだろう。それにもし同調に成功してもタラゼトの一部となるんだ。部品となったものは死ぬしかない。違うか、ミリアルデ。ならばそれはわしの役目だ、主ではない。どうしてよ。詐欺にはわしより主が必要だ。そして主にも詐欺が必要だ。それだけのことだ。そんな顔をするな。お預け送った売り蔵でも今の主よりはマシな顔だぞ。キロ、主とのざれ合いもこれでしまいだ。待って、キロ。主のことわしも嫌いじゃなかったぞ。さらばだミリアルデ、詐欺のことを頼む。Yeah.
いつに捕まってた時も意識だけはあった。全部見てたよ。もう泣かないで、ミリー。僕にはわかる。ギロはきっと生きてる。あいつのしぶとさはミリーだってよく知ってるだろ。さあ、急いでここを脱出するんだ。出ないとギロがしたことが無駄になってしまう。うん。さあ、行こう。